カーロス・リベラが玉姫公園で歌った賛美歌額に落ちるを聴いていただいてありがとうございました。おたれれです。カーロスみんな好きですよね。かっこいいもんね。強くてかっこよくてプレイボーイ。漫画版では試合前女の子をからかうカーロスを陽子が叱りつけるんですが、その陽子を手玉に取るカーロスが描かれている。まあ、怒ってる陽子のほっぺたにキスをしてからかうんですけど、その時の驚いた陽子が一瞬少女のような顔になってね、陽子を幸せにできたはずの男が3人いるとしたら、まあ力士ジョー、そしてカーロスもそうだったと思いますね。ジョーにとって力士は大きな存在でありすぎた。敵であり友であり先輩であり父であり、恋がたきとして認識していたかどうかはその当時はまだわからないが、少なくともそれまでの全ての人生をかけて戦って存在証明をしなければならない相手だった。そこに行くとカーロスはジョーにとって要するに純粋に友ですよ。友達、背負ってるものも境遇も実に似通っている。プロとしての力士戦後どん底に落ちたジョーはカーロスによって救われた。その辺はアニメ第1作でよく現れてるんだけど、暴力団と喧嘩してるジョーの前に突如現れるんですよね、カーロスが。でジョーの頭上をジャンプで飛び越えてカーロス・リベラと名乗る。カーロス・リベラ原作漫画より先に、出崎治のアニメ版に触れた小学生だった私にとって、このジャンプしてジョーの頭上を飛び越えるイメージが強烈でした。声優も外国の人が当ててるんだなと思いましたね。実際は広川太一郎氏だったりしちゃったりなんかしましたけどね。カーロスの登場でジョーはこれでなんとかなるかもって期待した、ほっとしたことを覚えています。どん底のジョーを描くことで体を壊した千葉哲也先生もカーロスの登場でやる気を出した雨上がりのジョーの一コマで、希望を見出して体調も回復なさったっていうのも有名なエピソードですね。でこのカーロスが玉姫公園にやってきた気持ちを思うとグッときますね。スラムで育ち貧困にあいでいた昔を思い出したに違いないわけです。だからプレイボーイを気取る必要もなく、ボクサーですらない陽気な一人の男として歌っていた。この賛美歌372番は日本の方の作詞作曲ということです。この曲にカーロスがどう出会ったのかに思いを巡らせると、これまた一つのお話ができそうですね。剣を変えて鎌となすあたりの言葉には、ボクサーとして戦いの中に生きるカーロスにもいつか平和な日が来てほしいと思わずにはいられません。その玉姫公園なんですけど、私行ってみたことがあります。事前に調べたところ、なんか自由な境遇の方々の住処になってるという噂を聞いて、いやいやそんなこと言っても公共の公園なんだから、俺は堂々と入って写真を撮って聖地巡礼するよって思ってました。
ダメでしたね、だって本当に住んでるんだもん公園に人が、人の住居に入るのはちょっと無理だった、負けず嫌いの私にしては珍しいんですけどね、完全敗北です。町の外れでは有名なガスタンクや橋、そして城に出会えたので、それは満足してるんですけどね。で、このシーンアニメ明日のジョーではなかったのですが、2の方で、このシーンが描かれています。が放送日は1980年の12月、ジーパンサンダル履きの姿でギターを奏でるのは不自然、さあどうするのかと思っていたら、こう実にいい演出がある。ネタバレになるので言いませんけどね、でもどうしても少しせざるを得ないんですけど、まあ、あの時のウクレレは半音下げてるんです。このね、半音下げたって状態にどういう意味があるのか未だわからないんですけど、カーロスの演奏はこんな感じですね。音はアニメに合わせて半音下げてあります、このシーンはジョー2、10話にありますので、未見の方はぜひご覧ください。